当に動画をアップしてから、約4年が経つんですね。つい先日チャンネル登録者数が2000人を超えました。この場を借りてですね、皆さんにお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。たまに聞かれるんですよ、本当のところは美味しかったのみたいな質問をね。本当に美味しいんです。本当に美味しくてね、また行きたいと思ってもやっぱり動画を優先していると違うお店に行って違うものを食べてしまうと、それも良くないな。行きたい店、本当に動画関係なしにね、自分の気持ち素直に、また行けばいいんじゃないかと思いまして、そう、あの料理をまた食べたい、今会いに行きます。ということでやってきたのはラーメン山岡屋蘇我店。そう、ラーメン山岡屋は全国で150店舗以上ある人気のラーメンチェーン店なんです。そんな山岡屋、前回ウルトラ激辛ラーメン食べました。いや、めちゃめちゃ辛いんだけど味に奥行きがあって美味しかったんです。さあ、期間限定で焦がし醤油ラーメン、これ看板外に飾ってあります。さあどうなの、うまそうなんだけど今回食べるの決めてきちゃったんだよね。そう、もう心に決めてきた商品、それは辛味噌ネギチャーシュー麺1190円、トッピングでメンマ追加しました。このメンマ、前回もトッピング入れたんですけどシャキシャキで美味しかったんです。さあ、海苔が3枚立っています。そしてその海苔の裏側、白髪ネギ、それからチャーシュー、これ3枚ぐらい入ってるのかな。うん、食べ応えあるぞ。それではスープからいただきます。うん、そのスープ一口飲むとわかるんです。それは旨味と辛さのハーモニー、うわーすごいよ、これ混ざり合わって一口二口三口、うん、癖になるスープなんです。いや、これうまい。さあ、続いて麺いきます。麺は中太麺といったところですね。これね、食べ応えがありそうな麺です。僕の好きなタイプの麺です。それではズルズルっと口の中に入れて、うん、そうそう、この麺、麺型で注文しました。普通、柔らかい、硬い、これ選べるんですね。まあ、家系ラーメンでよくあるタイプだと思うんですけど、山岡屋でもね、まあ嬉しい、こういうサービス。うん。そして口の中が麺で溢れ返ってると、やっぱりスープ行きたくなる。そう、これ辛味噌インパクト。冗談抜きで言いますけども、味噌汁もう一生飲まなくていいです。もう辛味噌スープ、これ毎日飲みたい。さあ、トッピングの数々見ていきましょう。まずはチャーシューからいきます。そのチャーシュー、割と肉肉しそうなチャーシューです。さあ、一口食べてみます。すると、あ、前回食べた時のこと思い出しましたよ。このチャーシュー甘みがあるんですね。それが噛めば噛むほど甘みがじわじわっと出てくる。美味しいよこのチャーシュー。さあ、続いてはネギです。白髪ネギです。ネギは湯通しして温めると甘みが増してきますからね。辛さだけじゃない、甘みの出るネギ、僕大好きなんです。そのネギを麺と一緒にすする。するとどうですか、これこのネギ味付けがされてるんですね。そう、ごま油の香りがふわーっと卓上に広がるんです。いや、これね、食欲をそそりますよ。さあ、トッピングはまだまだあります。そう、僕の大好きな食べ方、これ海苔と一緒に食べる。この山岡屋の海苔、ずっとスープに浸ってても溶けないんです。これっていい海苔だからじゃないんですか。そう、そして香りもいい、磯の香り、海苔の香り、うわーって卓上に広がる。それを麺と一緒に食べる。僕思ったんです、トッピング、これ海苔追加してもいいですね。次回から海苔追加しよう。いや、でもトッピングでどんどん金額増えてっちゃうけどね。さあ、そんなこと言ってる間にラーメンあとわずかとなってきました。さてさて、ラストスパートと思いきや、みんな大好きライスアレンジやります。そう、僕も大好きです。半ライス注文しました。その半ライスに残っている海苔をまず乗せて、メンマ乗せて、チャーシューも全部食べなかったです、乗せます。さあ、さらにトッピングで追加したメンマも乗せると。さあ、卓上にあるスパイス、これね、どれ選びます。僕は豆板醤乗せます。さあ、蓋ちゃんと閉めてね、次行かないとね。さあ、その豆板醤の次、お酢かけます。さあ、豆板醤お酢ときたら、今度は残ってるスープを上からダラダラダラっとかけると、いいんじゃないのこれ。
さあどうだ、ライスアレンジの完成。うん、見た目は抹茶茶、台湾のお弁当みたいだけど、うん、分かる人は分かるかな。さあいただきます。さあどうなのこれ、チャーシューの甘み、メンマ、ご飯はスープがちょっと浸ってる。これうまいに決まってんじゃない。そこに豆板醤の辛みがあるよ。でもって口の中ご飯だらけにすると、やっぱりこの癖になるスープが欲しくなると。誰だこんなスープ考えたの。さあ続いては肉巻きご飯。うん、いいねこれね、甘みのあるお肉、そしてご飯一緒に食べる、まあチャーシュー丼みたいな感じなんだけど、もう追いライスいきます。口の中ライス欲しくなる、ライス来ると今度スープ欲しくなる。もうレンゲを持った右手を誰か止めてくれ状態。さあそんなこと言ってる間に、続いて海苔と一緒に食べる。そうそう、ご飯と海苔は相性がいいですからね。そこに豆板醤をちょっとつけてね食べると、もうこれうまい、うまいよ。誰考えたの、俺考えたの、うんうん、どっかネットで見たのかな、わかんないけど。さあラスト一口味わっていこうじゃないの。もうおじや状態、辛味噌とご飯一緒に食べます。いやー本当に美味しい時って言葉が出ないんだね。うん、もう満足、このまま眠りたいよ。というわけで今回初めて食べた辛味噌ラーメン、大大大満足です。深うま。前回食べたウルトラ激辛ラーメンと全然違うね。なんて言ったらいいのかな、味に深みがあるっていうのかな、スープにこう奥行きを感じたんですね。いやすげえうまいよ。うん、あれ辛さが何段階かあって、一番辛いやつにしたらウルトラ激辛ラーメンと同じような味になるのかね。まあ山岡屋のね、唯一残念なところは東京23区にないってとこ。うん、まあでも郊外にねあるっていうのはちょっと特別感があって、まあわざわざ出かけて食べに行くっていうね、まあそれもいいかななんて、思います。はい、それでは最後にこれいきます。久々、あすげえ、なんかちゃんとホップの香りと味がする。美味しいラーメン食べた後のビール最高です。はい、それでは最後に一言いかしてください。山岡屋のラーメンを食べて心を豊かに、楽しかったでしょう。登録